3.4メチレンジオキシアンフェタミンは、アンフェタミン系の精神刺激薬、精神異常発現薬で、主に、レクリエーショナルドラッグとして用いられる。薬理学的には、MDA は、セロトニンのルアドレナリンドオパミン放出薬として、働く。多効感、幻覚の作用のため、統制薬物であり、ほとんどの国では、所持や販売外法である。 MDA は、アンフェタミン系の他の薬物と比較して、レクリエーショナルドラッグとしてはあまり人気がないが、肝臓でのメチレンジをきしめたンフェタミンの N 脱アルキル化物であるため、重要であり広く用いられている。さらに、不正製造された MDMA の異物として、MDA が検出されることも、珍しくない。現在、MDA の医療用途での利用は認められていない。 違法ではあるが、MDA は、ムードや共感を高めるため、ラブドラッグとして用いられている。レクリエーショナルドラッグとしての容量は、1 0 0 1 6 0ラムと言われている。MDA は、セロトニン作動性神経毒作用を持ち、MDA の代謝で活性化されると考えられている。さらに、MDA は、グリア細胞の応答を活性化するが、使用後には収まる。 急性毒性の症状には、興奮、発汗、血圧や、心拍の上昇、体温の急激な上昇、痙攣があり、死に至ることもある。死に至る場合は、通常は心毒性とそれに続く、脳内出血の結果である。MDA は、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの輸送体、小胞モノアミン輸送体の基質となり、第一のアゴニストである。これらの理由により、 セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの再取り込み阻害剤、放出剤として採用する。また、5HT2A、5HT2 バイト及び 5HT2C セロトニン、受容体のアゴニストとして採用し、α2A、α2 バイト、及び α2C ア,アドレナリン受容体、5HT1A、5HT7 セロトニン受容体との親和性を示す。MDA の低く。 光学異性体は、低、光学異性体よりも、精神刺激薬としての作用が強く、3つの、モノアミン輸送体とより高いアフィニティを持つ。MDA の主観的、行動的な影響については、塩化草原、エンタクト原作用には、セロトニン放出、精神刺激作用にはドーパミン及びノルアドレナリン、放出、多効感には、ドーパミン放出、 精神異常発現作用には 5HT にアンペア受容体のアゴニスト作用が直接影響していると考えられている陽子点医学。薬物の作用時間は約6、8時間と報告されている。MDA は痴漢メチレン重機種元を持つフェネチルアミン、またアンフェタミン誘導体である。他のフェネチルアミンやアンフェタミンとの関連では、ベータ、フェネチルアミンの酸、 4メチレンジオキシ、アルファーメチル誘導体、アンフェタミンの3、4メチレンジオキシ誘導体、MDMA の N、デメチル誘導体である。3、4メチレンジオキシアンフェタミンという名前に加え、以下のようなシノニムがある。MDA は通常、サフロールやピペロナールのような精油から合成される。これらの線伏体からの一般的な合成経路は、以下のようなものがある。 MDA は、使用のモニター、中毒の診断、また交通違反や、その他の犯罪、突然死等の法医学的調査のために、血中、血小中、または尿中濃度の定量が行われる。薬物乱用の検査には、髪の毛、唾液、汗を検体として用いるものがある。市販のアンフェタミンイムの圧勢は、MDA や、その他の MDMA の主要代謝物にもかなり、 反応するが、クロマトグラフィーにより容易に区別でき、個別に測定することができる。MDMA のみを摂取した人の血液や、尿中の MDA の濃度は、一般的に、親化合物の10%以下である。MDA は、β アドレナリン受容体のアゴニストである、プロットキロールの核構造の一部から構成されている。MDA は、1910年に、カールマンニヒト、 W.J. コブセンにより初めて合成された。1930年7月にゴードン・アレスが初めて接種してその生理的効果を発見し、後にスミス、クラインフレンチにライセンスした。1939年に動物実験が初めて行われ、1941年からパーキンソン病の治療を目的とした治験が始まった。 1949年から1957年まで、スミス、クラインフレンチにより、抗うつ薬及び食欲抑制薬の研究のために500人以上に MDA が投与された。アメリカ合衆国陸軍は、自白薬や無力化ガスの開発中、EA-1298 というコードネームで、この薬品の実験も行った。1953年1月、 テニス選手のハロルド・ブラワーは、MK ウルトラ計画の一環で、知識も同意もないまま 450mg の MDA を静脈注射された後、死亡した。1958年に HD ・ブラウンが、賃外巨炭薬として、1960年にスミス・クラインフレンチが、精神安定剤として、1961年にアンフェダクサーミンの商標名で、 食欲抑制薬として特許が取得された。1963-1964年頃にはレクリエーショナルドラッグとして用いられ始めた。当時は実験用薬品として安価で容易に入手可能でクラウディオ・ナランホやリチャード・イエンセン等の研究者は心理療法の分野で MDA を研究した。娯楽のために準備された MDA 医薬品として開発されていた時にはテナンフェタミンという国際一般名が与えられていた。オーストラリアオーストラリアでは医薬品、毒物の統一管理基準のスケジュール9の禁止物質とされている。スケジュール9の物質は乱用の可能性のある物質、医療、科学研究、分析、教育、訓練等のため、コモンウェルス、または 州等の当局の承認を受けた場合を除き、製造、所持、販売、使用は法律で禁止される物質である。アメリカ合衆国アメリカ合衆国では、規制物質法のスケジュール i で規制される物質である。2010年には健康なボランティアを用いて、MDA が神秘的な体験を呼び起こし、 視覚を変化させる能力が研究された。この研究で MDA は神秘的な体験と視覚を研究するための潜在的なツールであると結論づけられた。ありがとうございます。